皆様ご存知の通り、私青木、年を重ねるたびに大人の魅力にますます磨きがかかってきております。いかがですか、これはね。で、今回の夢くるは大人のおしゃれ、思わずキュンキュンを特集しますよ。それでは週刊夢くるナビ始まります。週刊夢くるナビ。夏も近いということで、そろそろ涼しくさせてくれるお洋服気になりますよね。ということでやってきたのはこちらのお店、1階コムサ町場からご紹介します。テーマは上品に決まるおしゃれジャガード。このおしゃれジャガードというのがこちら、ジャガードチュニックです。ご紹介いただくのは三山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。三山さん、こちらのおしゃれジャガードのポイント、早速教えていただいてもいいですか。はい、お任せください。こちらのアイテムは透け感のある涼しい素材を使用したチュニックです。特徴は何といってもジャガード、花柄を立体的に織り込まれたデザインがコーデ全体に上品かつ華やかな印象を与えてくれます。いやー、さりげない花柄がとってもおしゃれですね。そしてお尻が隠れる丈で、この1枚でも高級感を演出することができます。またこのように上から1枚羽織っていただきますと、今の季節は快適に過ごすこともできます。おすすめですよ。いいですね。また大ぶりのアクセサリーなんかを合わせると、おしゃれ度がまたぐーんと増して、とっても素敵ですよね。皆さん、コムサ町場のジャガードチュニックをぜひ店頭でチェックしてみてください。そして今回からスタート、夢くる30秒 PR のコーナー。その名の通り、30秒きっちり、分かりやすく、時には面白く PR していただきます。それでは夢くる30秒 PR、 よーい、スタート。1階コムサ町場では、大人の女性を対象におしゃれで着心地が良い商品をリーズナブルな価格でご提供しております。また5月31日まではダブルスタンプフェア開催中です。メンバーズカードのスタンプが2倍、2倍、2倍でとってもお得。また最新アイテムも続々入荷中です。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。はい、28秒でした。もう少し言えましたね。ジャガードチュニックはこれからの季節にぴったり。皆さん、要チェックですよ。一回コムサ町場で皆様のお越しをお待ちしております。みんな大好きキティちゃんですが、なんとキティちゃんに匹敵するような可愛いキャラクターが今年デビューしたらしいんです。早速チェックしちゃいますよ。続いては2階サンリオギフトゲートよりご紹介します。テーマは北欧生まれの新キャラクター。今年デビューしたばかり、しかも可愛いということで、早速聞いてみましょう。田代さん、こちらへどうぞ。よろしくお願いします。お願いします。田代さん、その北欧生まれの新キャラクターとは一体何なんですか。はい、その新キャラとはズバリこちらのハミングミントなんです。ハミングミントは今年1月にデビューしたばかりで、歌を歌うことが大好きな小鹿の女の子です。何にでも好奇心があって怖いもの知らず、そしてとっても優しい心を持った可愛いキャラクターなんです。そしてこちらにはハミングミントのアイテムがずらりと並んでいます。すでにこれだけのアイテムが販売されているんですね。はい、ぬいぐるみをはじめ、ハミングミントの可愛らしいイラストがプリントされたおしゃれなグッズを豊富に取り揃えております。またバッグにボールペンなど可愛い文房具も充実していますよ。学校用にいいですね。皆さん、サンリオの新キャラクターハミングミントは要チェックです。可愛すぎます。さあ、
やってきました、夢くる30秒 PR のコーナー。目指せ30秒ジャスト、わかりやすくなおかつ面白く PR していただきたいと思います。それでは夢くる30秒 PR、 よーいスタート。毎年恒例のサンリオキャラクター大賞を今年も開催いたします。ちなみに昨年はこちらのマイメロディが大賞に輝きました。第30回を迎える今年はどのキャラクターが大賞を取ることになるのか。ちなみに私の推しキャラはこちらのぐでたまです。投票期間は6月15日の月曜日まで。ぜひ2階サンリオギフトゲートへお越しください。みんなでサンリオキャラクター大賞を盛り上げましょう。はい、すごい、ぴったり30秒です。さすがですね、おめでとうございます。とんでもないです。ちなみに私の推しキャラはポムポムプリンです。新キャラクターのハミングミントは好奇心たっぷりの可愛い小鹿の女の子です。皆さん要チェックですよ。2階サンリオギフトゲートで皆様のお越しをお待ちしております。週刊夢くるナビ